どうも皆さんこんにちは、ムキョウです。ロレックスのブヘラ買収の影響がえぐすぎる予想が出ているのでシェアしていきます。行ってみましょう。はい、ブヘラの説明はこちらの動画見てください。カードを出しておきます。簡単に説明しますと、ブヘラは世界的に有名な時計小売業者ですね。約100店舗の店舗を持ち、そのうち半分はロレックスまたはチューダーを取り扱っていると。また多様な時計ブランドを取り扱っている、プラス、彼ら自身の評価されるブランドも持っている。この企業をロレックスが買収したと、これは実はねとてつもないことだというのが判明し始めています。これはねあまりロレックスをね、好きじゃない方とか、時計をまあちょっと好きでも、あふーんそんなんがあるんだというぐらいのことだと思うんですけれども、これはねロレックス好き、そしてロレックスマラソンしているような方には大きな大きな影響がありそうです。今回ね海外のこのブヘラ買収で多くの海外の方がね情報を出しておりましたので、その情報を大量に集めて私が頑張って翻訳し、それをまとめました。するとこのブヘラ買収、ロレックスの支配影響力が世界を席巻する、これがエグすぎます。詳しく見ていきましょう。はい、一つ一つそうを語っていくんですけれども、まずはロレックスの利益の拡大ですね。現在ね多くの時計会社がダイレクトトゥコンシューマーモデルというのに移行しているということです。これは中間業を廃止して利益を拡大するというそのような動きですね。これによりロレックスがブヘラを買収したことによって利益が拡大すると。これはですね、現在日本においてはロレックスの正規代理店さんがロレックスを販売していると思うんですけれども、この正規代理店が縮小するような流れになるかもしれないということでございます。直接ロレックスがブヘラで販売することによって、ロレックスは店内での購入体験を重視していくのではないかなと。いうことが言われておりました。このパーフェクトストーム下のロレックスの販売においては、お世辞にもね購入体験がめっちゃいいとは言えません。まあこれはね正規店さん側もめちゃめちゃ大変だと思うんですけれども、まあここの、まあ、購入体験が見直されるということ、そのような予想が出ておりました。またこれはですね、直営店がそのような販売をするのであれば、正規代理店もそちらの方へね、向かっていくような流れが出てくるんではないかなというふうなことがありますので、まあ顧客の満足度っていうのは高まっていく方向にあるのではないかなという話でございます。直営店ではですね、直接トレーニングを受けた従業員が顧客の体験の満足度を上げていくような、そのような流れになっていくというね予想が出ておりました。その中で正規代理店の数はもう今の時点でね結構地方の店舗ね減ってますけれども、そのような流れもあるんではないかなというところでございます。このチャンネルは私平成元年生まれムキョウがロレックス正規店で夢の GMT マスター2購入できましたので、次はロレックスマラソンランナーの夢デイトナ目指し世界中旅するチャンネルです。皆さんチャンネル登録いいねよろしくお願いします。次に一次流通のコントロールですね。直営店にすることで流通を完全に掌握し、思い通りにコントロールすることができるとの予想が出ております。まあこれでちょっと予想したんですけれども、まあ売りたい時に売りたいものを流通することが可能になると。夏にはサブマリーナをとかね、富裕層の地域にはヨットマスターを、デイデイトをとか、そういうのもねもしかするとできるかもしれませんね。代理店の利益を考えなくていいわけですね。今ね私も結構いろんなロレックス正規代理店さん回ってるんですけれども、やはりこの立地の家賃とかも考えた入荷とかになってるような気がします。やはり立地のその家賃がめちゃくちゃ高い店舗はそれだけ利益を出さないといけないので、多く入荷してるようなイメージ、やっぱ数も多いですよね。1ヶ月に GMT マスターが何個とか、そういうデイトナが1本は入りますとか、そういう話を聞くんですけれども、まあ私が回っていた南の島とかね、もう全く入らないというような情報が続いてたりとかね、
その辺を全く考えることがなく、ロレックスとして一つの利益を取りに行くことができるので、その場所によった販売とかその辺もできるのではないかなと予想が出ております。地域によっていろんな傾向が見られる可能性が出てきますね。次に、もしかしたらデザインに影響するかもという話もありました。今までの B2B 企業から直接 B2C になることで、顧客の意見が時計に反映されデザインに影響するかもとの意見がね、出ておりましたね。あとはデリバリーの観点においても、まあ、直営店の方が自由に作れたりするんですかね。そのサイズとかを考えないとか、輸送費を考えないようなモデル、デザイン、もしかするとその辺が変わるかもしれません。そしてね、予想されておりましたカール・F・ブヘラの商品ありますよね。自社で扱っているカール・F・ブヘラ、これにロレックスの影響がもしかすると出てくるのかもしれないというね、予想もありましたね。そしてまたブヘラの選ばれしお客様には、もしかするとカスタマイズ商品とか今までなかったような、そのような限定品みたいなのが出るような予想、これもされておりました。まあこの辺は分かりませんが、まあ予想としてそういうのがあったということでございます。次に、ロレックスが優先的にブヘラに在庫を増やすことも予想されておりました。直営店に多くデリバリーされるのは確かに容易に判断できると思います。あとはチューダーと関係の深いケニッシムーブメントを積むですね、ブランドのゴリ押し、ここはですね、私のライブでね、教えていただいたんですけれども、シャネルとかノルケインとかのその辺の時計、この辺ももしかすると多く入荷して販売を進めていくんじゃないかなみたいな話もありましたね。もし世界にあるブヘラでね行ったら、そこにはロレックスの量が増えているのかもしれませんね。次に、他ブランドの動向でございます。ブヘラは現在ロレックス以外も扱っています。はい、このブランドたちの動向は注目していく必要があるということですね。まあ多くの、まあ、ブランドはね、多分撤退の流れになるのではないかなと思います。これはちょっとね、後ほど詳しいとこ話すんですけれども、まあ、パテックフィリップとかはすでに移行しているとの、海外の話がありました。次に、ロレックスの支配が広がる、この辺がえぐいことになってきます。現在すでにですね、認定中古をブヘラ、ここで扱っています。この二次流通においてロレックスがここら辺を完全に掌握し、もしかするとあまりにも高くて絶望的だった認定中古の価格が下がる可能性も示唆されておりました。今までは別のブヘラというブランドが利益を足して認定中古、結構高額で売ってたと思うんですけれども、ロレックスが直営で売ることによって安くなる可能性もありますよね。要は自分らの中古の商品をめっちゃ高くで新品の現行品より売るということがあるのか、まあそれが考えづらいとすれば、もしかすると認定中古の価格の下落にもつながってくるのではないかなと、そのような示唆がされておりました。で、こういうことが起きてくると町の二次流通店、並行店では少なからず影響を受けると思います。そしてその影響はグレーな企業ですね。なんかいろんな変な偽物とか扱ってるようなグレーな企業とかにはさらに煽る形になって、そういう企業を淘汰していくのではないかなという予想でございますね。そしてもう一つなんですけれども、並行価格が暴落する、この予想も出ておりました。このロレックスの市場をコントロールする動きが、現在投資目的、投機目的でロレックスを購入している人々の時計の価値、これをこの方々が保持できないという方向にぐっと動いた場合、投げ売り等でですね、並行相場の崩壊につながるというね、予想もありましたね。まあ、やはり持っているロレックス、高級時計の価値、資産価値、これがあるということはやっぱ一つのプラスであると思いますので、もしかするとこのようなね、並行相場の暴落、破壊、なかなか痛いところではありますよね。まあ確かにそうは思うんですけれども、まあロレックスが自分の
企業として考えた時に、ほぼ自分らに利益のない二次流通での高額の販売っていうのはぶっ壊したいところなのかもしれません。海外の予想では平行相場をぶっ壊して、さらに支配、本当の時計好きにロレックスを届ける、そのような流れにもしかするとなっていくかもしれないという予想がありました。はい、すでにね、影響が出ているところでね、一時株が暴落したということでございます。ウォッチーズオブスウィーズランドの株価は 20% も下落したということです。これはですね、ロレックス以外の時計たちのことだということで、 20% って相当えぐい価格ですよね。ロレックスの値上げ 10% でヒーヒーなんで、ここ 20% 株価が下落していると、これは市場がこのロレックスの支配に対する恐怖心、これを意味しているということでございます。あまり何が起こったのか我々ブヘラがない日本で感じることはできませんが、海外ではこんぐらい衝撃が走っているということですね。ロレックスの支配の広がりにより恐怖心が広がっております。次に他社からの利益です。株価の暴落にもつながるところではあるんですけども、このロレックスがブヘラを買収することで、オメガやグランドセイコー、他社ブランドの利益も現在ロレックスに入っていく仕組みになっているんですよ。これえぐいですよね。なんかドラゴンボールの敵みたいな感じで、相手のことをどんどん吸収していくような、はい、形になっております。ブヘラでこのオメガとかグランドセイコー、これを扱っているわけで、売れれば売れるほどブヘラに利益が入る、その利益は直接ロレックスの利益になると、今回の買収で。これは恐ろしい展開でございます。ロレックスがガンガンさらに強大な企業になっていくのか、はたまた現在のブランドたちはブヘラをもしかすると撤退するかもしれませんよね。そうなると他ブランドに関してはめちゃくちゃ売ることができる小売販売店、ここを失うことになって痛手は避けられないでしょう。残り続ければロレックスはさらに最強になっていくという流れです。これはですね、市場はあまりにもロレックスの支配と権力の集中がえぐすぎるので、めちゃめちゃ懸念しているということが言われておりました。正直これはかなりえぐい買収の影響だと思っております。はい、皆さんいかがだったでしょうか。あくまで、まあ海外の方の予想ですが、もう結構ね、もう一つのメディアぐらいのすごい登録者数抱えるような有識者のような方の情報も集めておりますので、まあある程度信憑性あるのかなというふうには思います。まあ私はね、かなりのインパクトを感じましたね。ロレックスが完全に時計業界を掌握し、そして支配し、全てをコントロールできるような流れに若干なりつつあるんじゃないのかなということです。まあそれはね、まあロレックス好きとしては、まあ、またロレックスの時計がね、良くなることを意味しますので、まあ嬉しい反面ですね、市場にロレックスが溢れることによる暴落とか、二次流通をロレックスが本気でぶっ壊しに来た時の暴落とか、まあその辺を考えると複雑な気持ちはありますよね。まあただ今後、この情報っていうのはちょっとしっかり追っていってですね、どのようになっていくのか、これは見ていきたいなと思います。このブヘラ買収、深掘りしてみるとかなりやばい話だと感じております。皆さん最後まで、ご視聴ありがとうございました。今後もですね、新しい情報あれば世界中から集めて皆さんに情報をシェアしていきますので、皆さんのハッピーロレックスライフの一助になればと思っております。皆さんもしよければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。メンバーシップもやってます。本日はロレックスの最強のパワーがさらに膨らむのではないかというお話してみました。今後が楽しみです。本日以上になります。ムケムケ OK。 ではまた。